どうしよう。これ静止画なんで何でも大丈夫。あ、静止画、はい、これは何の時に使うやつですか。扉ですね。あのこう4人でファイナルファイトを遊ぶぞ。あ、はいはいはい、今回対決じゃないんですけど、一応扉としては使いたい。じゃあまあ、そうですね、静止画似合、はい、わな弱そう、弱もやし、どっちだ、私の出たビジュアル、美術どっちだったっけ、こっちかな、そっちですね、あ、こっちか、履いてなくないですか、社長みたいって言われる社長と同じポイント、これドスケベじゃないですか、履いてなくないですか、やすよさん、やすよさん見てください、履いてないですよこれゆいさん、ドスケベですよ、言ってほしい、本当にこれめっちゃ色くないですか、よるみさん、よるみさん、これドスケベですよ、履いてないですこれ社長出してくんないから、そういう動画名誉毀損で訴えられそうだわ法廷で会いましょうかっこ悪い、よく言うやつ、嫌いなもの、うん、全角スペース、わかるでしょう、まあそれはそうだ、なんで、でしょ、なんで、まあ、プログラムにね、全角スペース入ってるだけでビルドって言って立ち上がらなくなる、動かなくなるんですよ、そうなんだ、でもパッと見、半角スペース2個分だから気づかないんだよ、そう、ああそうなんや、どこが間違ってんのか分かんねえ、分かんない、なんで動かないんだ、なんで動かねえから、と思って見てたら全角ここがよみたいなのがね、あるかなりあるから、もう俺は大嫌いだね、あれは何の意図で全角スペースにしてんの、日本語日本語入力にすると全角スペースだから、うん、別にいらないよね、そもそも全角スペース、まあ、確かに確かに、何のためにあって、可愛いだろ全角は、可愛いスペースって空白なんだから、空白に可愛いよ、うち数字とかもさ、全角のが好きなんだけど、うん、あーでかい、丸いもん、そうそう、まあ、別に数字とかは分かるけど、スペースは別にさ、可愛いだろあいつら可愛いだろ、その理屈はおかしい、分かんないかな、共感できんかった、うん、2対2の構造になれなかったいきなりなんかね、あの玉、奥玉とかさ、あ、秩父とか行ってみたいなと思って、盛り上がりとこね、そう、でも自分では行く気ないから、誰か連れ出してくれたら、きっかけがないとな、そうか、連れ出してくれる人っていう憧れ、なるほどね、それは分からんでもないな、うん、任せてくれ、やってあげるよ、うちがさっさきはいいやひどくねー、こいつマジで計画立ててるんだぞ、奥多摩行くぜって何の旅館も抑えてないとかやべー、奥多摩来ただけじゃねえか前泉、奥多摩って何あんの連れ出しといて聞くみたいな